前回はですねこの原爆投下の問題取り上げまして最後はこのルーズベルトあるいはチャーチルに登場してもらったんですがこのご本家アメリカですね、まあ、こういった政治構造がもう100 以上前から作られているわけですねそしてこの分断はますます激しくなっていると言われていますねこの戦いがまあ今時点でどうなっているかっていうところから今日始めたいと思いますが下院で共和党が過半数を 取りましたこういった主要テーマで取り組むとされてますねまず不法移民が急増してるとね240万バイデン政権下でですね、えー、で政府の国境管理がどうなってるのか、まあ、追及していくそれからバイデンファミリーの疑惑ですね、えー、いっぱいありますねウクライナーの問題もありますし中国の問題もありますし、えー、ツイッターへの圧力の問題も出ましたそれから今ホットなのが機密文書問題ですね、えー、機密文書をこのハンター・バイデンも見てたんじゃないかというような疑惑 も出てますね、それからあ FBI との活動の正当性ですね、えー、トランプの邸宅にね、えー、中間選挙あれ前でしたっけ後出でしたっけ、ね、踏,み踏み込んでますね <laughs> FBI とか、まあ、CIA 等についてもお突っ込んでいくでしょうそれからあ連邦議会襲撃事件のデータ公開ですね、えー、これについて民主党側ペロシを筆頭に、えー トランプ周辺を追及してますけどね、この辺の真実、全貌はまだ公開されてないということですね、それから新型コロナの期限特定とファウチの関連性ですね、これが今まで上院でですね、一部共和党議員が先頭になって頑張ってましたけどね、過半数を取った下院でぜひこれを深めていっていただきたいですねそしてプランデミックですね。 この全貌ですね全貌解明とこの追及にです、ね、ぜひ突き進んでいってもらいたいいろんな圧力かかるでしょうけどね水位を見ていいいきたいと思いますそれからウクライナ支援の見直しですね必ずしも共和党の多数がこうなっているとは言えない状況のようですけどもねそれからアフガンからの米軍撤収の不手際と、まあ、過去のバイデン政権の米国への信頼低下等々ですね。まあまあ、バイデン政権はおかしいと いうことに尽きるわけですけれどもこの共和党の会員ですね、えー、特にこの中のですねアメリカ第一主義的な人々ディープステートへの攻勢はどこまでいくかということが注目点であると思いますね、えー、これは期待期待したいですね日本の国会は全く期待できないですからね会員関数取りましたんでね共和党期待したいところなんですがこの件についてちょっと最近の話題をお話し,したいと思いますが えー、そして、えー、5月かなと五、えー、類へって言ってますけども何を今頃言ってるのかっていうね私には全く理解できないこの異次元の世界ですね、えー、これを変えなきゃいけないですね、えー、ということがまず一つですねそれからこの最近の情勢ということでですね1月23日ですね、えー、こういう発表がありましたね。 ヘッジファンドです、ね、の創業来利益額トップ10が発表されましてねこれは1年にいっぺん最近発表されてます、ねえー、これを取りまとめているのがですね LCH インベストメンツというですね、まあ、調査会社でファンこれ自身もファンドなんですねこれ自身もヘッジファンドに分散投資するファンドなんですがここがですね、えー、世界的なファンドレポートあるいはあの 面談をしてです、ね、こう数字を取りまとめて発表してるんですねこれ大変なこ,のことだと思いますけどね、えー、1位が下で1位2位の株主でそしてブラックロックの1位株主ヒット株主がまたバンガードであってねで、バンガードは非公開だけどそれはまあグローバル一族が握ってるんだろうと言われているという話もして、えー、こちらのブラックロックとバンガードの方はあれから1年経ったんでですねまた数字をリニューアルして皆さんに。 ご報告したいいいとと思いますすが、まあ、そういうことですねか変わってないですね <laughs>、えーはいえー。ということなんですがさらにですねちょっと皆さんと確認したいのはこのそれで、えー、これもお話ししました「えー、銃と弾丸は飽和から反乱状態です今アメリカね日本であんまり日本で報道されるのはあ銃撃事件があったとかね、えー、乱射事件があったっていうのは報道されますけどねこの大きな流れとしてはあの報道しませんね。 大きなこの時代の流れの事象としてはあんまり報道されないんですけどこれは前話しましたね現在で推定4億から5億兆ですねそして毎年2,000万兆買われてるとで特に大統領選挙の年が多い多いんですねこれは話しましたんで詳しい話は省略しますがで最近の話1月24日だから2日前ですねイリノイ州の上院は今月初めにコミュニティ保方法っていう名前の法律を可決したと。 これは、大容量のライフルをですね、えー、州内で製造・販売することを禁止したと。これはもう、ご信用じゃないですね。えー、これはあの、武装ですね、もうこうなると完全にね。ね 兵力ですねこれね軍事,軍事ですね禁止したとプリッカー知事は反自動式のライフルとピストル50口径の銃および銃の発射速度を上げる付属品の製造販売を禁止する法案に署名して成立させたとだからイの意思をね知,知事も署名したっていうことですねでさらに知事は攻撃用武器の禁止に反対する保安官を非難と保安官は非難してるてこと でこの銃が全くない日本とアメリカとは全然事情が違いますからねで日本は日本国憲法はまた世界でも稀な憲法でね、えー、お花畑でもあるんだけど徹底的なま平和主義ですけどアメリカの合衆国憲法は違いますね前お話したようにね後でまた話しますけど全然,全然違うんですね要するにバイデン政権が憲法に基るような政府であったらあーアメリカ国民は銃を持って、えー、政権を倒していいというのが 合衆国憲法の趣旨なんですねそういう背景があるのであるということも踏まえつつですね全米ライフル協会 NRA ということで米国の政治構造はですねますますこれ激化してます、ねね、でこの中で本当に内戦革命また出ますけどこれねこのシナリオに行くのかねそしてトランプとディサンティスの出方はどうなのかと。 そしてトランプは初心を貫くのかあるいは私はそのことを期待してるしトランプを今現在現在では最も尊敬する政治家としてますが政治の世界というのは往々にしてこういう状況になるとトランプも妥協していく可能性は可能性はありますね。この辺をよく日本にも大きな影響があることですから我々は見ていかなきゃいけない。 いうことであります、えー、これね実はあの視聴者の方からご示唆をいただいたんですが怖い話でねこの「アメリカ政治行動分断図」ですねこの、えーえー、そして話がですね、えー、いよいよ本題の方に、まあ、本題は失礼しました「古根文雄」やもっと挫折なんですけどその前にこの話に入ったんですねちょっとお正月が入ったんでですねかなり話がこう。 ホップステップジャンプになってしまいましたけど、えー、ニューワールドオーダーねそうこの話に戻るんですね、えー、戻るというかつながるわけですねこれは企業社会主義だと、ね、企業と社会主義の話しましたねこれは全然違う概念ともし思ってるとすればそれはまだ洗脳が解けてないということですね企業社会主義を目指してるとこういったものが中心にいてねロシアエドロックフェラーが歴史的中核にこれはいるのは事実ですからね、えー、モルガンはロシアへの代理人であるしあるいはこれをウォール街と言ってもいいわけですね。 シティでありね、ウォール街と言ってもいいわけですけども、えー、ソ連コミンテル、これ無理くり作ったね、何千万人か虐殺して、